福島県にあります磐越東線の秘境駅を訪問していきたいと思います。まず乗りますのは磐越東線の気配110系ですね。磐越東線の気配110系はなぜかドアチャイムの音量がものすごく大きいです。いわき駅を発車しました。すぐに常磐線の立派な線路と分かれて右側に入っていきます。本日はただいま乗っております磐越東線の秘境駅を訪問します。小川号を発車、次が目的地の江田駅です。小川号を発車すると一気にこのような風景に変わって、とても険しい山の中を走るようになります。ものすごい山の中を走っておりますので、トンネルももちろんあります。先頭車両にカメラが設置されておりましたが、多分あれはですね、昨日まで磐越東線この区間運転を見合わせていたんですが、川の増水の影響でね、それで一応調査でカメラを回しているんじゃないでしょうか。運転再開したばかりなのでね、江田駅に到着です。周りはもう山深いですね、本当に。それでは江田駅の紹介していきたいと思います。これが駅名表になっています。悠々あぶくまラインと下に書いてありますけど、悠々あぶくまラインというのはこの磐越東線のあだ名、愛称ですね。で、磐越東線のラインカラーはこのピンクっぽい色です。周りはですね、本当に山深いんですけど、結構建物がですね目立ちます。人は今のところは一人も一面も目撃しないんですけど、結構そこの道がですね車通ります。ホームは一面一線になっておりまして、線路一本とホームが一面で、結構ホームが長いんですけど、停止位置目標のところがもう空白になっているので、何両編成分の長さかちょっと正確には分かりませんけども、 5両とか6両とかそんなもん、5両くらいですかね、5両分くらいのホームの長さになっております。ホームのこっち側は結構ね、先ほどお見せしたように建物が結構あるんですけど、こっち側は本当に何もありません。こっち側もう人間は入れないですね。虫の音が、虫の鳴き声が結構聞こえるので、もうこっちが虫の家、こっちが人間の家みたいな感じになっております。このホームに設置されているミラーは何かというと、ここの駅に来る列車は全部ワンワン列車ですので、運転手さんが後方をですね確認するためのミラーです。そしてちょっと進むとですね、待合室が出てきました。これ結構古いですよね。この待合室見るからに木造になっております。で、これはもう絶対昭和から絶対にあるような感じの待合室ですね。この机とかも今はないですよね、こんな机はね。とても古めかしい机とベンチになっております。これすいません、これはですね、私 のお昼ご飯の残骸ですが、気にしないでください。一応熱中症対策でね、こんな感じで扇風機とペットボトル2本持ってきております。で、さっきの建物のあるところを見てしまうと、あんまり秘境駅っていう感じがしないですけど、ここを見るとね、本当に秘境駅っていう感じですよね。こんな感じで磐越東線道なき道をこう進んでいきます。かなり険しいところを走っていました。小川郷駅までは別にそんな険しいところは走っていなかったんですけど、小川郷からいきなり景色が変わってですね、山深いところにやってきました。ホームにですね、こんな感じでマップがあるんですけど、現在地はここで、目の前には市営駐車場があるみたいです。市営駐車場ね、いわき市が運営している駐車場があるということですかね。で、夏井川とか、渓谷とか滝とかいろいろありますけど、滝とか渓谷があるということはもう本当に山深いということですよね。夏井川、江田川って書いてありますけど、江田駅、夏井駅とも磐越東線の駅にあります。この江田川の江田駅の江田と同じ江田だと思われます。で、なんかハイキングコースみたいなのが書かれてますね。江田駅から、滝とかいろいろ巡って江田駅に戻ってくるっていうルートなんですけど、1周 8.4km で4時間30分。ちょっと夏は難しいですね、この暑さで。それではちょっとホーム出てみましょうか。ホームから出るにはこのちょっと変わった形のですね、こんな感じの階段を降りていきます。で、ここにですね、切符回収箱があるんですけど、定期券と併用した使用済み切符をお入れください、液晶って書いてあります。で、この液晶の上のところなんかシールで潰されちゃって、何駅長がこのこと言ってるのかよくわかんない。もちろんこの駅は無人駅ですのでね、この駅に駅長というものは存在しませんけどね。それでは階段下っていきたいと思います。本当に変わった形してますよね、この階段。いやー、夏だからというのもありますけどね、虫の数がすごいな、本当に。
はい、階段下り切りました。JR 江田駅と書かれています。まあちょっと離れたところからホームを見るとこんな雰囲気になっております。本当に自然と一体化している駅ですよね。ホームから出て階段を下ってくると目の前にこんな感じで飲食店がありますけど、この飲食店も今やってるのかな？駅前のこの駄菓子屋さんですかね。これはもう商品が置いてあるので現在も営業しているとは思われます。まあ、しかしなんか不審者だと思われて通報されそうな気がするので、まあ、この建物を写すのはこんくらいにしておきたいと思います。本当に車通りが多くてね、何やってんだろうと思われてしまうんで。自販機があるんですけど、もちろんね、自販機はね普通に買うことができますが、どんくらいこれ売れてるのかっていうのはちょっと気になりますよね。まあ、駅から今徒歩30秒くらい歩いてきましたけど、まあ、江田駅のホームどこにあるかというと、この辺りにあるんですよね。本当にすごいところにありますよね、江田駅で。まあ、こっちの方にねちょっと進んでいきたいと思います。お散歩ですね、列車が来るまで。なんとトイレがありました。自販機もあってトイレもあって、本当にいや便利な駅ですね、ここは。もう本当に秘境駅となると自販機もトイレもないところがもう大半なので、いや嬉しいですねこれは。でなんでここにトイレがあるかというとですね、1周4時間半のハイキングコースの入り口があそこにあるんですよね。まあ、それの入り口という意味でここにトイレが設置されていると思われます。これがその道ですね。こんな感じでぐるっと回っていくんですよね、滝とか回ってね。で江田駅に戻って1周4時間30分というコースになっております。ちょっとこれ今度行きたいですね。涼しい時期に行った方がいいかもしれません。あ、で登山届の提出はされて済ませていますかとか、入山時間は厳守してください、いろいろ書かれています。まあ、結構本格的な山なんだなというのが分かりますね。いや実に興味深いな、結構すごそうですよね入ってみたいな。本当に火の用心とか書かれてますけど雰囲気はあります。いや4時間30分っていうちょっと長さがハードですよね。でちなみにここに橋がかかってると思うんですけど、これバイト当線の線路です。でまあ、ここにですね川があります。列車の時間がもうそろそろなので、まあ、この川のところで引き上げて駅の方に戻っていきたいと思います。おものすごく大きな蜂が見ますけど、いや本当にね虫の数がすごいんで追い払うのが本当に大変ですね。常に歩いてないともう近寄ってきますからね。いやで一旦上がってきたんですけど、この階段上がってくると聞いて結構蜘蛛の巣に引っかかりました。本当に人が来てないというのがよくわかりますね。でホームにはお知らせの電光掲示板がご親切に、こんな小規模な駅ですけど設置されております。これは福島の近くの JR の駅で結構設置されてますよね、この電光掲示板。まあ、待合室の時刻表を見るとさっき行った列車が13時49分発の郡山駅、一本前はですね8時51分発の郡山駅ということで5時間ぶりの下り列車なんですね。で次に乗るのが上り岩木方面の、14時39分発、これですね。上り方面もまた14時39分発が5時間ぶりの列車ですが、乗る人はいるんでしょうか。現在のところ発車15分前ですが誰もいません。まあ多分この調子だと誰も来ないとは思われますよね。お客様のドラマさんもお近くお乗りになります。